はいみなさんこんにちはまさやんですさあ今回は「古今和歌集の彼女」この本文解説を見ていきましょう概要欄の方に目次をまた入れておくので自分の見たいところからね、えー、見られるようにしておきます是非活用してみてくださいさあではこの部分見ていきましょう大和歌は人ののの心を種とととしてなれりけるまずさ最初に出てくる「山と歌っていうことなんだけど これは和歌のことを指します。で、覚えておいてほしいのが。大和歌と対極にあるのが空歌です。さあ、和歌と対極にあるものってなんでしょう。これは漢詩のことだよね。空歌っていうのは漢詩、大和歌は和歌を指します。まあ、今回出てくるのは大和歌だけど、空歌も合わせて覚えておくといいかもしれないね。で、この和歌っていうものは。 人の心を種として、よろずのことの鳩とぞなれりける。さあ、よろずっていう意味見ていきましょう。よろずって多分聞いたことあると思うんだけどさ、よろず屋とか、ゲームやってる人はね、よろず屋とか出てくると思うんだけど、よろずってね、漢字で書くとこう書くの。万。意味は、さまざまなことって意味です。だから、よろず屋っていうのはさ、 ななものを取り扱ってるお店なんだよね武器もあれば防具もあればアイテムもあってみたいなそういうのをよろず屋っていいますでこれよろずのことさまざまなことの葉とぞなれりけるってことなんだけど今回この部分っていうのは彼女の一番最初の書き出し冒頭だよねで左側にまとめてみましたこの部分に書いてあるのは人の心を種として。 よろずののことの葉つまり葉っぱになるんだよね。種を植えたら葉っぱが出てくるよっていう感じでこれ植物に例えられてるでしょつまり言葉っていうのは心という種から出来上がる植物の葉であるこういうことが最初に述べられてるんだねはいでは次のページにいきましょう。世の中にある人。 こと、技、刺激者なればまずここまで見ましょうえっと最初に出てきた世の中にある人っていうところこの部分を主語として捉えて世の中で生きている人はみたいな感じで訳せるといいね次のこととか技っていうのはこれは出来事だったり人の行う行為ですつまり直前の人が主語になって人が関わり合ういろいろなことこんな感じですそそしてそれらは 刺激ものなればって書いてあるんだけど刺激っていう意味はこれは多いっていう意味ですでねここ刺激っていう表現が使われているのがさこの前のページで種とか葉っぱって出てきたでしょこれって種や葉っぱを意識させる用い方がされてんだよねほらよくさ葉っぱが生い茂るとか言うでしょそうそうだからその前で出てきた種や葉っぱを受けてここで刺激っていう表現が使われてんだね で、なればのところ。さあ、ここのなればのばにチェックしましょう。これね、直前が已然形でしょ。已然形プラスばっていうのが、左側にまとまってると思うんだけど。これね、読解の時によく出てくる形なので、しっかり覚えておきましょう。さあ、この已然形プラスばっていうのが出てくると。三つの訳し方があります。左側見てください。一つ目が、何何のでとか、何何から。 2つ目が「何々と」とか「何々ところ」。街を歩いているとクラスメートにたまたま会うとかね。で3つ目が「何々といつも」。雨が降ってきたので傘を買うといつも雨が止んでしまうとかさ。ねなかなか運の悪い人生を送ってますけども。実話ですこれ私のね。はいは。それは置いといて。 ということで、この已然形プラス場っていうのが出てきたら、はい、この3つの訳し方しっかり覚えましょう。では問題です。今回のなればのところ、1、2、3のどの訳がいいでしょうかはい、答え出たいくよ。答えは、これ。のでがいいんじゃない関わり合ういろいろなことが多いので、 心に思うことを見るもの聞くものにつけて、つけては託してっていいかな。託して言い出せるなり。心に思うことを見るもの聞くものに託して言い表したのである。こんな感じです。はい、では次のページに参りましょう。花になくうぐいす。水にすむ、これはね、かわずって読むから気をつけてね。かわずの声を聞けば、 というこ,とでこの「ウグイスっていうのは春の生き物で水に住む「カワズ、これはカエルの中でもカジカっていうカエルを指していて秋の生き物なの。まあ、つまりさ四季を代表する生き物として「ウグイスと「カワズがここで出てきてます。で次「声を聞けば」はい「バが来たからチェックしときましょう。 直前が依然形なので依然形プラスパここは水に住むカエルの声を聞く「と」っていうふうな訳がいいと思うので「と」にしておきましょう。で次が生生きとし生けるもの。これはまあ歌の歌詞にもなってたりもするから聞いたことあるかもしれないんだけど、えっと、訳はこの世で生きているものすべてっていう感じです。このの世で生きているものて、いいるる。もすべずれか歌を読まざりける このかが半語の形状詞だね。だから文末がけるになってます。係り結びが起きてます。あの文法のかかり結びとかはえ品詞分解の方の動画で解説しているので、ここでは省略しますね。この世で生きているものをすべて、どれが歌を読まなかっただろうか、いや全部読むのだっていうことなんだけど、さあここで出てきた生きとし生けるものの死に注目してみたいと思います。 このって何あのー、よくね文法的に説明しなさいみたいな形でこの「し」が聞かれること多いのでちょっとここでやっとくね。うん、とこの形を覚えて動詞都詞動詞でこの動詞はそれぞれ同じ動詞ですっていう時まさに今回のパターンが同じです。行き都市行けるもの「行く」っていう動詞に「都詞」がサンドイッチされてるでしょ こういう時の詩は脅威の副助詩になります。でこの脅威の副助詩っていうのがねよく聞かれるんで他にもこの詩が脅威になる時っていうのがいくつかあるのでそれについてはまとめた動画を概要欄に載せておくので気になった人はそっちも見てみてください。では次のページです。力をも入れずしして雨土を動かし目に見えぬ 鬼神をも哀れと思わせ。はいここの部分は雨土っていうのが天地自然界のものそして鬼神っていうのがこれは有名界のものこの2つを対比させてんだね目に見えない鬼神をも哀れと思わせ哀れと思わせっていうのは感動させってことですで今さこっちの天と地とか鬼神っていうのはまあ実際にねちょっと非現実的なものそれを今度は「 左側男女の中をも和らげたけきもののふの心をも慰むるは歌なりっていう感じで今度は現実的なものを出してきてます、えー、男,女男女の中男女の中だねそしてたけきもののふって書いてあるんだけどもののふっていうのは荒々しい武士たけきもののふっていうのは荒々しい武士のことを指してますつまりここで言いたいのはさこういった あらゆる世界。あらゆる世界で感動させたり、えー、ね、その男女の中をも親密にさせ、そして心も慰めてくれるもの。それらっていうものが和歌なんだよっていうことがここで語られてんだね。まあ、和歌の力だよね。和歌の力があらゆる場所で発揮されてるよっていう感じです。はい。では、次のページです。 さあ、そんな強い力を持った和歌なんだけど、そもそもじゃあ和歌っていつからできたんだろうねっていう話がこっから語られます。見ていきましょう。この歌、雨土の開け始まり蹴る時より出来に蹴り。この歌は天地が分かれた時から生まれたよと。天地が分かれた時から生まれたんだって。しかあれども。このしかあれどもっていうのはそうではあるがぐらいで訳しとこうかな。世に伝わることは 世の中に伝わることに関しては、久方の雨にしては仕立てる姫に始まり。さあ、ここの久方のなんかこれ聞いたことあるんじゃないこれは枕言葉って言われるやつだよね。あの、よく和歌で出てくるでしょ。枕言葉っていうのはある言葉を導くためのご音節の言葉。 五音節っていうのはひらがな五文字ってこと、まあ、ひらがな五文字漢字で書かれた場合もあるのでひらがなとは限定できないかひらがなにしたときに五文字の言葉っていうふうに覚えておくといいかなでこの枕言葉っていうのはそれなりの働きはあるんだけど特に意味はないので訳す必要はありませんまあ例えば今回のこのひさかたのだったら天、雨だね を導き出すよとそしてもう一個枕言葉がありますそれはあらかねのこれはすぐ下にある地を導きますということただ意味はないので訳す必要はないよってことなのでまあ、そうではあるが世に伝わることに関しては、えー、天井の世界では雨にしては仕立てる姫に始まりなので天井の世界では 仕立てる姫の時代から始まり、あらかねの土にしてはスサノオの見ことよりぞ起こりける。地上の世界ではスサノオの見ことの時代から始まったよっていう感じです。さあでは次のページに参りましょう。千早ブル神よには歌の文字も定まらず。はい、千早ブルが枕言葉で。 すぐ下の神を導くよ。神様の時代では歌の文字も定まってなかったんだって。で、素直にして、事の心湧きがたかりけらし。これは飾り気がなくて、歌の意味もわかりにくかったらしいと。それが人の世となりて、人の時代になって、スサノオノミコトよりぞ、スサノオノミコトの時から、 みそ文字余り一文字は読みける今の形だよね五七五七七の31文字の歌を読むことになったよとそういう感じですでは次のページに参りましょう「各手ぞ花を芽で鳥をうらやみ梅雨を憐れび梅雨を悲しむ心言葉多く」 さあここまで見ていきまましょう、ま、ず書くてっていうのはこうしてってことね。でこうしてってどういうことかっていうとほら指示語だからね。一応どういうことかっていうと人の世になって31文字が和歌と決まりそういうふうにして歌を読むようになってからって感じかな。めず花をめでのめずこれは愛するとか褒めるなので花を愛し花をたたえとかかな。鳥を羨み鳥のことを羨ましいと思って つゆを哀れび憐れぶは感心する。そしてこの悲しむなんだけど直前でさつゆのことを感心してるんだよね。感心して悲しんじゃうと全く真逆なのでここでは「勝負する」みたいな感じで「あ晴らしいな」みたいなそういう意味合いでとってみました。でその心や言葉が多くなってさまざまになりにける。はいこれ何が様々になっったかっていうと、 それらを読んだ歌のことだよね。それらを読んだ歌も様々になったよと。こういう感じです。はい、では次のページラストです。参りましょう。遠きところもいで立つ足元より始まりて、年月を渡り、高き山もふもとの散りひじより成りて、 雨くくたなびくまで追い登れるごとくにはいこの部分見ていきましょうこれはね「千里は足元より始まる」「鉱山は微塵より起こる」っていうのが白紙文中に書かれてるんだってで白紙文中に書かれてるこの部分を受けての本文になってるんだろうね「遠いところもいで立つ足元より」っていうのはまあ遠いところへ行くのも出発の時の第一歩から始まって 年月を渡り長い年月に渡りますと。で次が高い山だね。高い山が出来上がるのも、麓の塵だったり泥が積もることで、ほら、天の雲ですよ。空の雲だよね。空の雲がたなびく高さまで成長しているように。この歌も核のごとくなるべし。はい、これは左側です。 若も長い年月を経て形式を整え素晴らしいものに育ってきたまあほら神様の時代では文字数決まってなかったけどっていう風に書いてあったもんね長い年月を経て今の形になってそして素晴らしいものになってきたのであろうという風に結ばれていますはいということで今回は「古今和歌集の彼女」を解説しましたどうだったでしょう「なるほど」って思ってもらえたら是非いいね そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた何か作品解説していきます。次回の動画でお会いしましょう。お相手はマサヤンでした。バイバイ。